ダメだって言ってる隙に風呂返しをこの横の、50センチか70センチぐらいの柵を乗り越えて、荷物背負ったまま乗り越えてさーっと行ってホームまで行って、でなんとかホームまで行って、普通在来線だとホームにも、ね、人がいて駅員がいて、あ、車掌か、車掌がいて、あの乗るときに切符調べられるんですけども、その時はいなくて、もうギリギリ1分前ぐらいに列車に乗れて、でもあの車掌に見つかって切符持ってないから引きずり下ろされないように、乗ったらすぐにトイレに入って鍵閉めてとりあえず出発して、10分ぐらいしたらトイレから出て席に座って、そしたら車掌があの切符見回りに来て、いや切符ないんで上海までって言ったら普通に言ってくれて、すごいラッキーでしたね。で上海まで行けて、まあ、飛行機には少し余裕を持って間に合ったって感じですね。もうそんなアホなことばっかりやってますよ。でそもそもその原因はあれなんですよ、あの昆明から上海まで行くときに、まあ、何度も寝台列車では行ってたんで面白くないんで、バスで行こうと思って、バスなら2泊3日なんですよ。でバスターミナルがその時に移転しててよく分からなくて、元のバスターミナルのところ行ったら、バスのなんていうのダフ屋みたいな、闇バスみたいな切符売りがいて、でそこで値段聞いたら安いんですよ。結構列車の寝台で480元ぐらいで、バスは昔見た情報で600元なんで、その時ではね650、700元行ってたと思うんですけども、そいつが言うには400元かな、確か350か400元、さすが闇バス安いと思って、で聞いたら1泊2日で着くって言ったら着くって、で寝台って、もうしつこいぐらい何回も寝台かって聞いたら寝台だって言うんで、寝台バスだって言うんで、よしじゃそれに行こうと思って、でその1泊2日で、あの1日余裕があったのかな、ギリギリ、まあ、1日ぐらい遅れても飛行機に間に合う日程で行って、バス乗り場行ったら、まあ、今道端なんですけども、普通の道端行ったら上海行きがないんですよね。でそれらしきバスに、これ上海行きって聞いたら、え、上海行かないって言って、いや俺この切符持ってんだけどって言って、まあ、一応上海行きの切符見せたら、あ、このバスだって言うんですよ。でこのバス上海まで途中までしか行かないけど、そこに乗り換えればいいって言うし、でしかも寝台じゃないんですよ、座席のバスなんですよ。で普通闇バスでも上海行きのお金払ってあれば、普通は上海まで一応連れて行ってくれるとは思うんですよ。乗り換えの時もちゃんとその切符を見せれば、そこまで悪どい闇バスはいないと思うので、多分。でもね、あの寝台って言ってんの寝台バスじゃないし、なので本当に上海まで行くのかと思って、これはもう信用できない。あの切符払い戻して列車で行こう、列車ならギリギリ間に合うかもしれないんで列車で行こうと思って行ったら、払い戻してくんないんですよ。じゃあダメだと、もう一回発行したもんはダメだって言われて、じゃあ200元なら返してやるとかふざけたこと言ってくんで、もうほんと取っ組み合いの喧嘩寸前みたいになって、1時間ぐらい交渉して、もう突き飛ばされながら、それでも諦めずに、でも結局返してくれなくて、で結構中国ってあの警察が巡回してて、公安って書いてある人がバイクとかで車で巡回してるんで、それを待とうと思って道端に立ってたら、少し20メーターぐらい離れたところで道端で待ってた、まあ、公安来るんですけど、公安のおっさんが自転車とかバイクで来るんですけど、止めて、あ、一緒に来てくれみたいなこと言っても全然取り合ってくれなくて、わかんないみたいな感じで行っちゃうんですよ、公安って書いてあるおっさん。あれ多分こう本物の公安警察じゃなくて、そういうパトロール要員みたいで、まあ、警備員みたいな、まあこうまあ、何かあったら多分公安に連絡して公安呼ぶんでしょうけど、まあ、自分でもね多少のことはするのかもしれないですけども、まあ、なるべく厄介なことには関わりたくないみたいな感じで、もうそういうおっさん2人ぐらい来たんですけど、全然相手に聞こえなくて、でもしょうがないんでもう一回行って、でまたね、まあ、結局返してもらったんですよ、満額ぐらいかな確か。でそれで急いで駅まで行くんですけど、駅までがちょっと遠いんですよ、切符売り場までが歩いて30分ぐらいかかるんで、でその駅の、あ、じゃない、その闇バスの業者の仲間がバイクあったんで、いや乗っけて、駅まで乗っけてってくれって言ってもダメだとか言われて、しょうがないから歩いて行ったら、
でその 闇バスのやつが、そのバイクのやつがついてきて、あのなんだっけな、あ駅までいくらいくらで、ね、乗けてやるよって言うんですよ。5元だか10元だか忘れましたけども、まあ乗けてもらってもよかったんですけど、もう闇バス業者に金は払いたくないと思って、いや俺金ないからっつって歩いて行ったら、まあしょうがないなって感じで乗っけてくれたんですよ、バス、あの電動バイクかな。まあちょっとはいいところあるなと思って、で駅行って列車見たら、もう間に合う列車がないんですよ。かといって行かないわけにはいかないし、もう長距離バスは基本的に特急しかなくて、まあ一応快速とか特急とかありますけど、基本的にあんまり差がなくて、で上海行きに乗るともう間に合わないん でしょうがないから、まあ、上海行きは次の日とかだったんで、もう当日は満員とかだったかな、あ当日の夜まで待たなくちゃいけないとかだったかな。なので今すぐ出るやつで、とりあえずどこでもいいから行って、でたまに大きい駅だと、そこホームのすぐ横の列車が上海行きとかどっかからまた違うところから来たやつと合流してとかっていうこともたまにあるので、もうそれにかけてとりあえず上海方面に行くやつを見つけてそれに乗ったんですよ。もうすぐなんで、あの座席ですね、寝台なんか売り切れてるんで、すぐ出るやつを。でもそれで行ってもなかなかなくて、上海行きに出会えなくて、車掌に聞いてもよく分かんなくて、でしょうがないんで途中からバスに乗り換えようと思って、どこだろう、南ちゃんあたりかな。でも南ちゃんのバスターミナルどこだか分かんなくて、南ちゃんは行ったことあるんですけど列車で、で車掌に聞いても分かんない、周りの人に聞いても分かんない、なんでそんなバスターミナルがどこにあるのか分かんないところに降りてもしょうがないかなと思ったけど、でも今思えばね、タクシーで行けばよかったんで、バスもたくさん出てるだろうし、でもその時はそれが思い浮かばなくて、バスターミナル、まあ、離れてるって言っても1時間はかかんないと思うので、まあ、平気だったとは思うんですけども、でそれでなんちゃんもダメで、どうするかずっと時刻表を見て考えて、じゃあ新幹線っていう手があるなと思って、南京まで行けば新幹線で行ける、間に合うかもしれないって、あそうだその列車は南京行くんだ、なのでその列車南京着く時間と南京からの新幹線の時間見ると、そうギリで南京も、あれ南京駅に着くけど、新幹線が確か南京南駅なのかな、少し離れてるんですよね、バスで。なのでギリギリ間に合うかもしれないと思ってそれにかけて、で確か市バスだったか地下鉄だったかに乗ってそっちまで行って、であれですね、列車の切符を買う列に回り込ませてもらって、いや俺今日上海から飛行機で日本帰国するんだってな、まあ、そのぐらいのね、単語は分かるんで、それ単語並べて、で分かってくれて、で無理やり割り込んで、で窓口のおばさんも急いでるっていうのが分かって、でこの列車って言っても、あそれもう売れない、もう5分前だから売れないって、そこなんとかって、いやもう無理って言われて、で次の列車しかないって言われて、次の列車が20分後ぐらいなのかな、でそれは遅いんですよ、30分ぐらい遅く着くんで、あーもうダメかと思って、もうこれはもう強行突破しかないなと思って、昔よくやった強行突破をやったら、まあ、なんとかうまくいったって感じですね。飛行機にも無事乗れて、まあ、めでたしめでたしと、俺は何やってんだかって感じですね。もうそれ以来長距離の闇バスは絶対やめようと思いましたね。長距離の闇バスは近くならいいかもしれないけど、まあそんなこんなで、昔本当長距離の列車切符買うのが難しかった頃、中国では強行突破はよくやりましたね。2回かな、よくやったといっても。でこれからの山岳民族の村でホームステイするので、もうその先はちょっと配信回数ガクッと減ると思います。午後3時、面白そうですが